当たりゲーム数を当てろです。247せい。237にします。せい。あーもうやだー。麻雀ファイトクラブです。初代168ゲーム。枚数結構出したことあるんですよ、何回も何回も。まあ、何枚こそいかなくても7000枚とかのクラスは結構何度もあるんで、自己らせたら結構強いんですよね。あとこの台よくフリーズが引けちゃう。ゴッドとか全然引けないくせにこっちは引けちゃう。あなたは直当たりを直当たりを狙うしか。直当たりでもでも全部終わった最後に復活でするパターンと、まっすぐ数ゲーム後とか速攻告知の時もあったと思うので、すぐ告知してこれるパターンじゃないと無理じゃね。レアクのレの字も出てこない。あー168ゲームです。はい、過ぎてしまった。いや難しいってこれ。おチェリー、はい、リーチ久しぶりに黄色気になります。ここでねレアヤコを引けたら、おお引けた。あリプレイか。ダメか、まあ、リプレイでも一応抽選もされてますけど、黄色だと弱い。おおでもおチャンス目。ダメなの、惜しい。おーおーおーおおおおおじらすな。あ緑、まあ、レアーク引いてますからね。いやーお願い、これが最後の牌です。はいはい、はい、しました。結局、はい、いやー悔しい。なんかもうちょっと当てるまでやめませんから。チャンス目。寝ちゃえ、全員寝ちゃえ、寝てしまえ。お。あーリッチ。おー一発チャンス上がってしまえ。マジでスイカか、スイカです。あなんでよ。あこれはもう来てよ、もうガッシャンガッシャンいってますよ。もっぱつスイカです。えい、ー、やったしゃ。あーでも一発チャンスのところで当てたかったけどな。まあでもでもでも、253ゲームでした。全く、読めませんでしたけどゲーム数は。あでも違う、こっちどっちですか、この台だと。こっちどっちでもいい。あ、80ゲーム、倍満、倍満かな。お初期ゲーム数が多かった。いい役だったんだ。あのちなみに私麻雀は全然わからないので、あの全く分かってないです。とりあえず伸ばします。あのせっかく80ゲームあるので伸ばしましょう。あーいいねいいねいいね、白川さんいきます。ありがとう。はい、あ、3つ目、これ
れでとりあえず1個でもいいからオーブをもらいたい。もう対局、はい、うん、赤いと後輩開始、女性がいいな。あー、めちゃめちゃ男性だった、いや、でもチャンスアップはあるから、あー、いや、でもチャンス目だよ、チャンス目。いや、弱い。いや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 、復活しない、悲しい。おー、回った。さあ、着地だけれども、いや、バトルに行かない、行かないんだ。もう10ゲーム切ってんのか。いやー、しょっぱいな。さあ、残り4。お、これさっきの分ですかね、乗ってた。さあ10ゲーム、多分さっきの着地かな、よかった。いい、おー、ここで乗せたら偉いぞ。あー、やっぱスイカ弱いな。さあ終了してしまいました。267枚です。もうちょっとやりたいんですけど、いいですか、次はガチで当てに行きますよ。ゲーム数152ゲーム、うん、よし。で、待ってくださいね、これすぐ上がるかな、ちゃんと。多分これ RT 終わらないと上がらないんですけど、上がっで、このデータカウンターの表示で152ゲームですね。すごい RT 続く、もうペーパっちゃったあ、まだ終わらない。まあでも RT 続いてる方が当たるチャンスはいっぱいあるのか。あー、終わっちゃった、落ちました。ここからですね、一応カウントが始まるのは。これが背景です、うん、流れました。お、ここで出会いよく、あなたは A 茶です。お、ん、これ共通だよね、うん、てかもう一回川口湖の桜、あれ最初川口湖の桜ですよね。おかしい、これは周期が狂って当たるやつなんじゃないですかね。そうですよね、絶対ステージが2回同じところが出てくるってことはないはずです。これが始まる最初にスイカ引いたやつで直撃ってたとか。いやいや、全然勝てないじゃん。え、いや、あるとしたらここで復活。あ、ない。あ、でもファイトクラブチャンスで入るかも。一番上がね、ラッシュですもんね。あ、違う違う違う、これか。じゃあ関係ないや、特訓です。特訓もこれも一周期に入るので、お、はい、ヒーロー頑張れ。対局か、もう、お、お、対局だ。お、一応ありません。お、緑だ、当てたい。お、これは当てれちゃう。まだまあゲーム数は達してないんですけど、70ゲームですが、着地ですが、やった、当たりました。
よっしゃ。あそこで間違えちゃった。あ、71ゲーム。まあどっちもいいことにしよう。40ゲーム。まあ基本が40ゲームですかね。スタートが。あ、まだ持ち込みもあるし、よかった。今日ゲームスター当てるのはもう伸ばしてからでも遅くない。お、いいですよ。あ、赤い、赤かったっけ毎回これ。強茶がいいなあ。めちゃくちゃ、はい。でもと発展はしてくれそうな感じ。おお、雷。おい、引っ張って引っ張って。あ、対局。黒いけど、滝沢さん強い。押せ押せ押せ。よし、押した。いいよ。いやー、わかんない。あ、やった。上乗せ、よし。めちゃくちゃで上乗せです。黄色か、黄色ですね。よし。おおお、待って待って、閉まっちゃうの、閉まっちゃうの。閉まんないんか、もう期待させやがって。閉まったらまあ交流ラッシュか。うん、おチャンス目。おお、直の性40ゲームいただきました。これはまたね、オーブとは別なんで、オーブを開ける前に乗せてしまいました。よし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 。これはこれはスイカでしょ。スイカで、あ、いいですね。雷来てる。おお、燃えてる。対局です。まずはこれに、勝たないとですけど、勝てるでしょ、勝てるでしょ。いや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 、あれあー、スイカで当たって欲しかった。おし、うん、強チャンスリプレイ、熱いです。強チャンスリプですので、ここは勝ってほしいな。おー、開きましたが、巨匠がこれに勝てば交流ラッシュか。うん、あ、あら先生勝てるか。あ、いいね、勝ってる。あ、勝ってる勝ってる。いい調子、いい調子。いい上がりでしたね。いい上がりでした。おお、ご祝儀でか、え、でかいなこれ、倍満だから。緑でしたよね、まあね。結構な上乗せが期待できそうなのと、あとここで、交流ラッシュに入ります。交流ラッシュ。上乗せ特化ゾーン、まあ、まだ準備中です。よし、まあ、結構しょぼく終わる時もあるんですけど、いっぱい乗せましょう。はいよ。あ、嘘。やだよやだよ。押せる、よし。おお、そうそうそう。あ、嬉しい。早くも3人いっぺんにいけちゃう。よし、進もう。3連続。うん、
通した圧ですね。おまた。結構上乗せできそう。あ、押して惜しかったな。あ、でもまだ続く、よかった。よしよしよし、こんだけ外しても大丈夫だったら結構長めのゲーム数選ばれてるかもしれないです。何ゲームだっけ、49ゲームが最大。よしガンガンいくで。あ、やられた。終わっちゃいました。はい、コールラッシュ終了。でも3人いっぺんにが2回とかあったし、結構、あ、11人か、割と上乗せ強い人も乗せているかな。さて何ゲーム、おお、すごい、105ゲームもあった、ありがたき、すごい大満足です。3桁いったら十分、昇格しました。はい、すごい、残り106ゲームで、さらにオーブが緑と黄色1個ずつあるんで、これはいっぱい上乗せに期待できそう。本当乗せ始めると終わらなくなる台なので、これは今日まくって前回の分のマイナスを取り返せるかもしれん。おお、じゃあ中、はい、おお、きょうちゃんスリプレイ、おお、またまた、こい、勝ちたいな。あ、どうしよう、いやいやいや、いやー弱いかー、何の雷だ、お、もう一回なんか来る、なんか引きました、あれ、あ、女性、あ、てかここでもチャンス目を、もうなんかしちゃがめっちゃかな、あー勝てるよ、すいませんけど勝ちまーす、はい、飲んだ、あれって当たんのかな、巨匠との対決以外でもいけるのかもしれないですね、黄色ゲット、さあ、ゼロゲームになりましたが、ここで160ぐらいあってもおかしくないと思ってる。よし、イエーイ、まだまだいっぱいあります。マスター、一気に昇格しました。うん、強い、チャンス目、早いな、ちょっと黒か、
おー、でもここでも引いてますよ。おー、頑張れ。いや、勝てる。いやー、強い。はい、やっぱり勝ちっていうね。はい、青か、まあ、青は10ゲームとかなんでちょっと安めですけど。あ、これ多分さっき引いたチャンス目かな。おお、なんか強そう。あ、ん？え？ん？あ、まあ、ここでも引いてますね。あ、これ強茶じゃん、しかも。おう、え、もう、盛りだくさん。これはどっちのやつでしょう。まずは、チャンス目かな、さっきの。はい、でも、なんか、勝てそうな感じ。かわいい。はい、勝てます。大丈夫。よし、また青か。青だな、しょうがない。あー、これも青か。あ、これも青。うん、終わってしまったんだ。あー、40ゲームでしょうね。50ゲームです。終了。まあでも相当伸ばした、うん、150枚ぐらいあったんじゃないかな、持ち込みで。多分1000枚ぐらいトータルである気がしています。ああ、よかった、ちょっと戻ってきて。よいしょ、5周目まで見たいんで、また143ゲームで、一旦これを5周目まで見たいと思います。あと、あれ ?143 ですよね。あと5ゲーム、そのゲームでこれは当たるから、そこでもうレア役引いちゃえばいいんですよね。まあ、そう言って引けたことはないですけど、142、次です。強い役を。あ、何も起こらない。バカーすごいチャンスだったのに。これが入れ、いかんな。いや、またしても惜しかったんだけどな、外しちゃって。どうしよう。でもなんか他の台でもうボーナスタイプとか時間的にもう無理やり当てに行く。とりあえず出玉があるのでこいつを持って移動します。はい、思い切って置き時に移動してきました。でもこれなら天国にあげたらワンチャンある、当てられる。今89ゲームの表示ですけど、100、いや嘘嘘、211でいきます。まあ、ただ何がホッとしてるかって、投資が3万8000円でストップしたっていうのが一番良かった。もうキドキだったら本当にまくれる可能性はまだまだありますね。さあ、202近づいてきました。いや、でも力んだら絶対いけなそう。1個前のゲームでスイカとか引いてたら暑いですね、めっちゃね。209、流れでいきます。もう210211、やらない。なんなら、リゼロに
置き時くらい回らないでゼロに入れてるくらいだったら朝から置き時打っとけばよかったな。お、遅れた？今遅れたと思います。あれ、気のせいかな。光った、遅れてました、331ゲームです。通常点滅。あ、でもとりあえず持ちコイン内で当たったのでよかった。だいぶ減ったけど、運量203枚でどうしよう。まあ、天国じゃなくても引けば当たるんですよね、別に32ゲーム以内に。うん、いや、リプレイで32ゲームがリプレイで33みたいなある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 31ラスト32。いや、リプレイじゃないけど、リプレイじゃないけど33、ここがリプレイないですよね、そんな1回当てたぐらいで天国、まあ、チャンスモードならまだしも。失礼しました。はい、380枚です。実戦終了です。お疲れ様でした。もうあっという間に時間が来てしまいまして、ましてましてまして、今日はですね、リゼロ麻雀ファイトクラブで置き時打ちました。以上でございます。で、今日の無茶ぶり、ゲーム数当ては結局何にも当たらなくて、ちょっと惜しいのはありましたけどね、麻雀ファイトクラブとかね、何も当てらなくて、まあ、てか無理くないっすかあれ相当超能力者じゃないと無理ですよ。で、本日ですね、割と乱れ打って、投資が38本、38,000円です。で、回収が380枚、最終380枚の、マイナス1368枚となってしまいました。で、今日までの、4回収録の合計、3枚がマイナス1809枚と、順調にマイナス増やしております。もう折り返しですね。次回第5回になりますんで、まあプラスになるようにもうちょっと実戦寄りのやつをお願いします。実戦寄りってなんだろう、でも、うん、もうちょっとこう真面目に立ち回れる感じの、いやでも真面目に立ち回ったところでな、うん、ごめんなさいなんかあのもしね、皆さんがやってほしいな、えぐいのはダメですよ、えぐいのじゃなくて、まあ、えぐくなかったら無茶ぶりって言わないのかなと思うんですけど、まあ、なんかコメント欄とかに書いていただければ、おそらくもうネタ尽きてきてると思うので、はい、あの予想だとそちらの方もぜひ書いていただけると嬉しいです。さあ、ということでですね、次回こそは、プラス目指して頑張りたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。